今回はこちらのレザックの、2つ折りの財布を紹介します。こちらですね、パイソンレザーを使用していて、色はカモフラージュ柄のグレーとなっております。結構ダーク系のカラーリングになってますね。中はこういった感じになっていて、収納はですね、カードが6枚収納できて、あと内側のポケットも1箇所ずつ、合計2箇所ついています。お札もですね、こちらとこちら合計2箇所ありますので、お札と領収書なんかで分けて収納でしたい方は、こちらで分けて使うこともできます。パイソンレザーの2つ折りの財布でもカモフラージュ柄っていうのはなかなかないと思いますので、デザインやカラーリングも結構面白いと思いますので、ぜひよかったら一度使ってみてください。